じゃあ、今回はちょっとシダオリさん復活ということで、山内さんのラケットを僕がレビューします。で、僕のガチラケを山内さんにレビューします。2回に分けてやるので、水野とリバーですね。ラケットはちょっとよくわからないですけど俺はわかんないですインナーの、インナーのカーボン系のラケットですね、はい、でこれも7枚プラス特殊素材がうっすら入ってるやつなんで、ラバーも似たようなものだと思うんで、ちょっとお互い打ってどんなものかを見てみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうグリップが結構いいですね。グリップは自信あります。あ、玉持ちめっちゃいいですね。玉持ちはね、多分すごいいい。合板に近いんですか？近い。合板のそのフィーリングを保ちつつ、ちょっと特殊素材の弾みも、しやすいです。ラバーのコード的にはどうなんですか？ 47.5 かな。ちょっと柔らかめですか？でもなんかね、Q5 が一番柔らかく感じる気泡の粗さとかそういうのがあって、あ、すごいなんか柔らかく感じます、打った感じが結構柔らかい。ラケットと相性がいいのか、めっちゃこもり、こもっていいですね。久しぶりだわ。おやべえ、結構いい。軽く振ってるのにボール来るタイプだな。軽く振ってそれ見えるのにボール来るタイプだ。おい、行く。結構いいですね。あんま落ちないでしょ。落ちないですよ。でも書いてないのに、こう僕の感覚、掴みすぎな。ああ。もうちょっと行ってほしい感覚です。行ってほしい。そうです、そうです。バックは多分めっちゃ打ちやすいと思います。バックは結構持つ方が好きなんですよ。はい、これはめっちゃ打ちやすいです。あー、危ない。マルチめっちゃいいです。いいっしょ。全部上がってくれます。こういうボールが出しやすいです。あ、まだ、おお、結構いいです。でもやっぱ持ちすぎちゃう感じが。あ、なるほど。でも試合だと絶対これの方がいいです。あ、安心してる。安心してこう入れに行けますね。下回転打つとどうですか？おお、やっぱ落ちないですね。ボールが上がってくれます。おお、本当だ。でもしっかり打たないと。インパクト強くないとちゃんと入んない感じです。ああ、全然いいですね。いい、バックもいいです。バック感覚良さそうだな。これバックの方が打ちやすいです。おお、なるほどね。めっちゃいいですね。いいラケットだ。よく言えばもうちょっと行ってほしい。バーンって行ってほしい。だからそれの50度とかやったら好きなんじゃない？ああ、かもしんないです。ね、めっちゃ安定するラケットです。Q5 多分。僕はなんですけど、僕とかその選手とか行くと一番やりやすいのがカウンターなんですよ。カウンターなんですか？はい、激取りするんで、ああ、わかります。わかる。負けないですね、なんか。え、おお、今のとかも結構これいいですね。そう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 、それが一番やりやすい。確かにっていうふうに言われてる。負けないですね、仕掛ければ。そうそうそう、シュートが、これやりやすいですね。あ、これ腕ですからね。
一つ言っておきますけど、皆さん。これサブチャンから何でもいいけど。このボールが出るかって言ったら、腕です。いいですね、これ。カウントいいでしょ。めっちゃカウントやりやすいです。そうなんですよ。シートが強いんですかね。うん。もう弱くない。あの、滑ったりもしないです。謎落ちしにくい。そうですね。うん、切ったりするの結構いいと思います。スワン系が多分、やりやすい。やりやすいと思います。あの、シート強いですね。あー、おい。つっていかないです。ね。これがめっちゃ多分出しやすいです。これいいですね。うまい人は何使っても何できるんだっていうことだよ。あーね、わー、なんか小麦、これいいですね。滑んないです。ね、飛び方いいね。どうすかね、いいラケットですよ、これ。ちょっと多分ね、確かに少し柔らかそうに感じてるなっていう感じでした。ちょっとこもっちゃう感じが、ね、すごいこう、カウンターとかもやりやすくて、ドライブとかもやりやすいんですけど、ちょっとこう、山なりに飛ぶ感じがあるんで、もうちょっと直線的にイメージ飛ばしたい感じ で、ね、ちょっと振り返る必要がありますよね、多分。そうです、でも、あ、全然、使え、全然、あの、調整すれば全然打てるラバーだと思うんですけど、シートが結構強いイメージですね。ラケットがもうちょっと硬ければいい。そうだね、さっきは。です、Q5。フォルテスバージョン D。 まあでも今ぐらい球出すには皆さんいっぱい練習しましょう。あれぐらい球出るということが実証されました。皆さんぜひ気になる方は見てください。次は僕がこの矢口さんのラケットを使いますので、お楽しみに。ありがとうございました。